北川博人氏は、兵庫県伊丹市出身の元プロ野球選手、コーチ。現役時代には、阪神タイガース、大阪近鉄バファローズ、オリックスバファローズでプレー。大阪近鉄時代の2001年、パリーグ公式戦隊オリックス、ブルーウェーブ最終戦にて、代打逆転サヨナラ満塁優勝決定本塁打を放ったことで知られる。2012年に現役を引退してからは、 オリックスで1位軍、2軍打撃コーチや事業本部企画事業部、プロジェクトマネージャーを務めた。2017年から2019年まで東京ヤクルトスワローズの2軍打撃コーチを担当した後に、2020年から打撃コーチとして、阪神に復帰。出生から小学6年生の時まで、伊丹市内で過ごした後に、中学1年生から埼玉県四季市へ転居。 当初は、父親のみ単身赴任するつもりだったが、北川がそれを嫌い号泣しながら引き止めたために一家揃って、埼玉に引っ越した。埼玉県立大宮東高等学校では3年時に、首相を務め、夏の埼玉大会決勝戦では、本塁打を放つなど、同好発となる全国選手権出場に貢献。どこのポジションでも守り、胸形信弘監督に、 こんなに助かる選手はいないと、重宝された。卒業後、東都大学野球連盟所属の日本大学に、進学し、一学年下の高根沢力と、正保守のポジションを争う。保守として、レギュラーに定着した3年の春季リーグ戦で打率。471の高成績を残し、首位打者を獲得、ベストナインにも選ばれ、同年の日米大学野球選手権。 大会日本代表に選出された。4年時には首相を務め、日米大学野球日本代表に再選。リーグ通算75試合出場、244、打数66安打、打率、274本塁打、33打点。1994年度ドラフト会議にて、阪神タイガースから2位指名を受け入団。背番号は9となった。 一年目のジュニアオールスターで MVP を受賞するなど、打力のある星として期待されたが、チームには、関川光一、矢野照弘などが活躍しており、セールスポイントの打撃も一群では、結果を出せなかった。2000年には監督、野村克也の息子、勝則が加入したこともあり、出場を機会に恵まれず7打数無安打に終わる。この年のシーズンオフに、湯船、 敏郎、山崎一元と共に、坂井広木、面で鉄司、平下浩二との3対3のトレードで、大阪近鉄バファローズへ移籍。背番号は46となった。野村は、後に出した著書の一冊である、ああ、阪神タイガースに、当時の阪神の中で、上爪正彦と北川は、保守としては論外であったと書いており、両者とも、野村の時代は、 出場試合が少なく途中でチームを去っており、野村からの評価はかなり低かった。一方で、二軍監督時代からウエスタンリーグで対戦していた、近鉄監督の梨田正隆は、北側のバッティングを高く評価しており、近鉄編成に強く訴えて、獲得にこぎつけたという。2001年は、この年の1月4日に、藤井寺球場で、自主トレを開始。 北川も、こんなにバットを振ったことはないですね、とコメントするほど練習した。ナシダに認められて一軍に定着し、4月28日に、プロ初本塁打を記録した。5月27日は、北川の29歳の誕生日だったが、生まれて、初めてサヨナラアンダーを放ち、さらに、お立ち台で涙を流した。北川は、その後2週間後にも、サヨナラ打を放ち、 さらに9月24日の大西部戦では、代打として出場、松坂大輔から本塁打を放ち勝利に貢献している。これでチームは優勝へのマジックナンバーを1とした。そして9月26日のオリックスブルーウェーブ戦で、守護神、大久保勝信から、代打逆転サヨナラ満塁本塁打を放ち、チーム12年ぶりのリーグ優勝を決めた。 ヤクルトとの日本シリーズでは1勝4敗に終わり、日本一を逃したものの全試合に出場して14、打数7安打、打率。500の好成績を残した。シーズンでも本塁打はすべて代打で放った。2002年は、オープン戦で負傷し、43試合、打率。266.1本塁打、8打点と精裁を書いた。2003年は、 5月25日の試合で、不審の中村範博に代わって、自身初の4番に座るなどして打率。309、13本塁打、50打点の成績を残した。2004年は、打撃を生かすため内野手へ転向。開幕前に、吉岡雄二が負傷したこともあって、開幕スターティングメンバーに名を連ね、この年もアテネ五輪に出場した。 中村の代わりに4番に座っている。この年、在籍する近鉄とオリックスとの球団合併問題が浮上。9月のストライキのあった2試合を除く133試合にフル出場、打率30、303.20本塁打、88打点の事故、最高成績を収めた。シーズン最終戦だった9月27日の対、オリックス戦では4回表に、 ぐ、うつあきらから、ソロ本塁打を放ち、これが、大阪近鉄バファローズ最後の本塁打、打点となった。北川もシーズン終了後、大阪近鉄の合併消滅に伴い発足した、新球団、東北楽天ゴールデンイーグルスとの、選手分配ドラフトを経てオリックスに所属することとなり、背番号も23となった。現役時代2005年は、5番、一塁手として、 開幕スタメンに名を連ね、第2戦の対西部戦では7回表に、オリックス・バファローズ第1号本塁打となる3点本塁打を、長田周一郎から放った。チームの主軸、ムードメーカーとしての期待に応え、成績は、前年に比べて、打率こそ落ち込んだものの、チームトップの打点を記録するなど、主軸としての活躍を見せた。2006年も開幕から、 中軸打者として活躍したが、シーズン中盤の試合中にダイビングキャッチを試みた際に右肩を損傷。右肩関節唇損傷で選手生命を左右するほどの重傷と判明するが、8月13日の福岡ソフトバンクホークス戦まで強行出場した。その後、一軍登録抹消されて、 同月17日に手術を受け、残りの試合は欠場した。2007年は、選手会長に就任し、故障もいえて引き続き主軸として5番を任された。チームは3年ぶりの再会と低迷したものの、旧本塁打を放ち、右肩の故障からの復活を果たした。2008年は、春季キャンプ中に肉離れを起こし、開幕に軍スタートとなった。 4月29日の楽天戦より一軍に合流。グレグラロッカの離脱に伴い、三類手種で起用されることとなった。5月16日の対ロッテ戦では、渡辺俊介から2打席連続本塁打を放ち、自己最多の1試合6打点を記録した。しかし、夏場以降は調子を落とし、復帰直後は5番だった打順も終盤は6.7番。 あたりに下げられるケースが多くなる。得点圏打率も244と伸び悩み、規定打席にも2年ぶりに到達しないなど、自身にとって不本意なシーズンとなった。一方で2005年以来の2桁本塁打を放ち、2年連続で犠牲フライ数がリーグトップを記録した。2009年は、 ホセフェルナンデスの加入、ラロッカの復調により前年よりさらにスタメン出場が困難になった。主に右の代打を務めつつも外国人4人が次々に戦線離脱したためシーズン最後までスタメンに名を連ねた。しかし打率以外のほとんどの面で前年の成績を下回り本塁打は2本に終わった。2010年は 開幕戦を4番 DH のスタメン出場で迎えた。本職である一類一種は、アレックス・カブレラや、T ・オカダに奪われ、DH での出場が多かったが、打撃では、ハイアベレージを記録。6月2日の中日ドラゴンズ戦では、7点ビハインドの8回裏に3点、返した後の虫満塁の打席で、高橋里志文から、同点満塁本塁打を放ち、 チームの逆転さよなら勝ちに貢献した。その後も主力打者として活躍し続けたが、8月13日から登録抹消はされなかったものの10試合を欠場した。これは7月14日のロッテ戦で左すねに自打球を当てた影響で放火式炎による発熱を発症したためであった。復帰後は9月に100本塁打、1000本安打と節目の記録を 次々と達成した。最終的には119試合に出場して打率306、12本塁打61打点の成績を収めた。2011年はキャンプ中に左飛骨骨折と肉離れを併発する。その後震災の影響で開幕が遅れたこともあり、開幕戦の復帰には間に合ったものの、感知していない状態で強行出場することとなる。 主に5番指名打者、代打で出場し、6月12日の巨人戦では8回裏に、沢村拓一から決勝2点本塁打を放つ、活躍も見せた。しかし、6月26日に、ロッテ戦で7回表に、左翼戦に安打を放ったものの、2塁への走塁中に、左足を負傷したため、途中交代後に、ベンチ裏で、応急処置を施された上で、試合後に帰還した。 診断の結果、全治6ヶ月のアキレス腱断裂の大怪我であったため、翌日包合手術が行われた。この結果、残りシーズンを棒に振った。2012年も開幕一軍入りし、6月5日のヤクルト戦で8回裏に、押本武彦からアキレス腱断裂5発の本塁打を放つ。試合後のヒーローインタビューは、2対0からだったから閉じたいし、 報道陣が集まったことに対しては、まるで引退するときみたい。まだやめませんよ、とコメントしたが、結果としてこれが、現役最後の本類だとなった。7月16日に登録抹消され、この時、もう潮時かなという気持ちになったことを引退試合後の、会見時に述べている。10月3日に、現役引退を発表し、10月7日の、 本拠地最終戦の対西部戦を引退試合として5番、1塁として先発出場し、5回裏に死2塁の場面で、レフトオーバー適時に塁打を放った。2012年11月4日に、オリックスの2軍打撃コーチへ就任することが、球団から発表。2014年のシーズン終了まで務めた。2014年11月1日付で、 オリックスの事業本部企画事業部プロジェクトマネージャーに転身。地震発のフロント業務で少年野球の指導や新規ファンの開拓に向けた PR、京セラドーム、大阪内の有料見学ツアーのガイドなどに携わっていた。球団では北側の PM 就任を機に PM としての北側の公式ブログ、Pay、STime を公式サイト内に開設。 2015年のプロ野球シーズン中には J スポーツの球団主幹試合中継や東日本放送制作のオリックス戦中継で随時解説を担当した。同年4月から12で放送を開始した球団情報番組オリックス日和では元ビーズガールズリーダーでキッズチアインストラクターの京子と共に MC を務めていた。2015年10月14日に オリックスの一軍打撃コーチへ就任することが、球団から発表。自身二年振りの現場復帰を果たしたが、翌2016年3月までは、オリックス日和の MC も続けていた。同年10月2日付で対談した後に、2017年から2019年まで、ヤクルトで二軍の打撃コーチを担当。コーチ二年目の2018年に、 九州学院高等学校から入団した村上宗隆を短期間で一軍の主力打者に育て上げた手腕を買われて2020年に阪神の二軍打撃コーチへ招聘された。阪神には現役選手時代以来19年振りの復帰で背番号は80。2021年シーズンからは一軍を担当する。バントは 高校時代に猛練習をしたことから自信を持っており、実際に試合でも決めている。元々のポジションである保守は、内野手転校後は守る機会が減った。ただし2004年に保守を使い果たした試合で、梨田正隆が延長戦となったら、北側を保守で使うつもりだった。久々に北側の保守が見られると思ったのに、残念と語っている。常に笑顔を絶やさず、 阪神時代からスマイリーの愛称を持ち顔が似ていることからアンパンマンとも言われている。また自身のヒッティングマーチにもあるように近鉄時代の優勝を決めた代打逆転サヨナラマン類優勝決定本塁打のインパクトの強さから奇跡を呼び込む男と呼ばれていた。近鉄在籍時の2003年から兵庫県伊丹市出身のスポーツ選手で結成された NPO 法人、伊丹アスリートクラブの理事としても活動。オフシーズンには、市内でイベントを開いている。オリックス時代にはシーズン中に、北側ホームラン基金を実施していた。表金が性格で知られ、近鉄時代の2003年から現役を引退するまで、逆転一発前のオープニングテーマ曲を本拠地でのバッティングテーマ曲に用いていた。2002年は、 KC& ザサンシャインバンドのザッツザウェイだった。趣味は釣りザリガニ飼育で、オフには自身のブログにその様子を掲載している。好きなアーティストはスピッツで、オリック追跡後の2009年から現役引退までスピッツの楽曲をバッティングテーマ曲に用いていた。またライブにもたびたび訪れている。 メンバーの草野正宗とは交流も深く、ブログにも登場している。2001年9月26日、近鉄は、本拠地、大阪ドームで、同年度最終戦となる対オリックスブルーウェーブ戦を、迎えた。近鉄は1回に先制したが、先発のショーンバーグマンが5回までに、吉岡雄二の2失策もあり4失点する。7回に、川口健二の本塁打で反撃するも、 9回表には、岡本明が、相川良太に、本塁打を打たれ、9回表終了時点でのスコアは2、大五と、3点リードされていた。オリックスは8回途中から守護神、大久保勝信を送る。9回裏、近鉄は、先頭の6番吉岡が出塁、続く7番川口が2塁打、8番ショーン・ギルバートの、ところで代打の増田大輔が死球を選んで、 虫満塁とした。ここで最初から監督のなしだは、あいつしかいない。今年のあいつは何かをやるとして、この試合3打席凡退だった、国母賢治の代打として、北川を打席に送る。北川は後にこの時の状況を、増田さんが子球を選んで満塁となって困ったなぁと思いましたとコメント。理由として、類が詰まると引っ掛けて、ゲッツーが多いからとした。 真弓明信ノ打撃コーチからは、思い切り行けばいいと言われ、北川は、これで、気持ちは楽になったとしている。北川は、満塁となった状況。さらには、もともと7回の国母の打順で代打に送られる予定が、川口の本塁打で変更になったというタイミングもあり、初級のど真ん中の直球に全く動けなかったという。そしてカウントレイボールツーストライクからの三球目を、 見送ったところで、玉の見極めはできていると確信し、これで地に足がつきましたね、とコメントしている。カウント1ボール2ストライクとなった4球目。大久保がまっすぐ狙いのような気がした。スライダーで打ち取ろうと思ったとして投じたスライダーが真ん中に入り、北側は玉が離れた瞬間、これはと感じて素直に振り抜いた、打った瞬間。 野手の間は抜けると思ったが、本塁打になるとは思ってなかったとした打球は、バックスクリーン左横に飛び込む、日米プロ野球発となる、釣り線なし、優勝決定の、代打逆転サヨナラ満塁本塁打になった。優勝決定に限定せず、釣り線なしの代打逆転サヨナラ満塁本塁打、としても45年ぶり二人目。 代打逆転サヨナラ満塁本塁打としては6人目。近鉄では1984年の柳原、高博以来2人目。最終的なスコアは6対5。チームのパリーグ優勝が決定した。打った側と打たれた側のそれぞれの監督であるなしだと、大木明はその年のオフ、両チームの監督を務めた経験もある、西本幸男を交えて対談しており、 この時の状況について、大木は、オリックスの勝ちペースで今日は、ナシダの胴上げを見ずに済むと考えていたが、8回から、雲行きがおかしくなったとして、9回に満塁になった時は、もう完全に予測できるくらい、とコメントしている。また試合前には、おめでとう、胴上げされても泣くなよ、とナシダに言っており、ナシダも、今日は勝たせてくれるのかなと思ったとしているが、大木は、 心情的にはあったかもしれないけど、最後は本気になって、勝ちに行ったとコメントしている。一方のナシダは、北側にホームランが出たら代打逆転、さよなら満塁本塁打で優勝だなという気持ちが、ほんのちょっとあったとしつつ、大部分は、頼むから、ダブルプレーだけは勘弁してくれという気持ちだったと、している。西本はこの試合を、 スタンドで仕事として観戦しており、あんな絵に描いたような奇跡は起こるわけがないと思ってた、と、コメント。北川の起用については、何度か、さよならだを打っている、ラッキーボーイ的存在で、いい人選だったとしている。2010年に、日本野球機構が、最高の試合、名場面、名勝負を選んだ時に、いずれでも、この時の試合が、総合2位などに選ばれた。ここで、 北側の一打は、特盛の一打と形容されている。打った、北側のみならず、打たれた、大久保や、北側を代打に出された、小久保も、この場面に投票している。ありがとうございます。